コーチの篠原龍馬選手です。コーチ、前回コーチから調子どうですか？調子はいつも通りだと思います。はい、はい、で明日は？明日は川口君の後ろで、頑張りたいと思います。体、筋肉かなり増えましたね。自粛中にちょっとウエイトをちょっとメインに、はい、ちょっとやってました、ね。はい、今の大喜利時代大事ですよね。そうですね、まあ、急にって言っても結構ギアはかかっていると思うんで、はいはい、まあ、ちょっと力はいるかなと思います。はいはい、ファンに一言お願いします。3日間決勝上がって優勝できるように頑張ります。熊本の本郷雄三選手です。松山から調子どうですか？そうですね、いいと思います。まあ、早速ね、8が走ってますけど、やっぱりなんかこうこのコロナでやっぱこの近くの地区の斡旋が多いですよね。そうですね、大体九州ばっかり走ってるの で、 で、まあ、なんと熊本参加も10人ぐらいしてるんでしょ。そうですね、今回10人いますね。明日は？そうですね、明日自分先頭で頑張ります。はい、柏山選手と、四つ本選手か。はい、佐世保のイメージはそのバンクの癖とかどうです？そうですね、特に悪いイメージはないので。ああ、そうですね。はい、じゃあファンに一言お願いします。3日間一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。静岡の吉村沙耶香選手です。松坂は調子どうですか？ちょっと自分のタイミングを逃してしまっているところがあるので、そこは良くないなと思います。やっぱ2番車を生かして？そうですね、はい。佐世保のイメージどうです？佐世保のイメージ、悪いイメージはないので、はい、直線も直線がね、日本一短いんですよ。ですよね、はい、なので、はい、はい、でも最近寒くなったんですけど、そこら辺は寒さは気にならないですか？はい、気にならないです。はい、じゃあファンにしたことお願いします。はい、3日間全力で走ります。応援よろしくお願いします。東京の奥井文選手です。久留米から調子どうですか？そうですね、前回の久留米はちょっと構えすぎて、はい、ちょっとタイミング悪かったりしたところがあったので、もう少しやっぱ積極的に走りたいって思います。そうですね、でも、まあ、でもバック戦はもういつも通り多いですよね。まあ、一応バックは取りたいって気持ちで競争はしてます。はい、はい、やっぱちょっとこう最近変わりました、周りの選手の走り方が？そうですね、もうレベルはやっぱり上がってきてるし。あ、そうなんですか。はい、その自分の今までやった先行というか一本だとちょっときついと思うので。あ、そうなんですか。いろいろできないととは思ってます。ファンに一言お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。久々のあの佐世保なんで、しっかりいい走り見せたいと思います。よろしくお願いします。栃木の梶田舞選手です。富山から調子どうですか？そうですね、前回祭よりあの練習もしっかりできてきて、と今回祭につながるトレーニングはできているのでいいと思います。佐世保はですね、400では直線が日本一短いんですけど、そういう感じはどうでした、乗ってみて？そうですね、バンク指定練習乗った感じはすごい軽かったので、あとは自分のその中で戦法を考えて一着取れるように走りたいと思います。はい、車番的にはちょっと真ん中ぐらいですけど、まあ前々攻めたような。そうですね、初めて尾形さんとも当たりますし、その中で、はい、力を出し切れたらいいなと思います。ファンに一言お願いします。はい、いつもたくさんのご声援ありがとうございます。完全優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いいたします。福岡の尾形真央選手です。別府から調子どうですか？別府が終わった後に練習をしっかりしてきたので大丈夫だと思います。でもデビューからそのまんまもう大活躍ですね。はい、すごいですね。やっぱ環境もいいですよね。そうですね、環境が一番で、まあ、陸上の短距離ですからやっぱダッシュ系ですか？そうですね。じゃあ、佐世保はどうなんですか？初ですか？初めてです。あ、初めてですか？はい、ですね、乗ったことはもうないないんですか？はい、じゃあファンにしたことお願いします。明日から佐世保3日間応援よろしくお願いします。しっかり車検に貢献できるように頑張ります。愛媛の松本貴晴選手です。前橋から調子どうですか？あ、調子はいいままだと思います。やっぱり、ね、初日1着来てるし、はい、やっぱだいぶ調子戻りましたね。そうですね、そんな感じはあります。ただ佐世保の配分多くないですか？そうですね、結構呼ばれるんですけど。でも佐世保も慣れてますよね。けど、まあ、まだ2回目とかなんで。ああ、そうか。はい、けど、まあ、地元と同じ400バンクなんで問題はないです。はい、まあ、明日はもう先頭で。はい、時期で。
じゃあファンに一言お願いします。3日間精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。愛媛の橋本剛選手です。前橋から調子どうですか？そうですね、前橋初めてG1 決勝乗れてるし、足の感じはいいです。すごいね、メンバーすごかったですね、決勝も。そうですね、やっぱり脇本君、新田君が力抜けてるなっていうのは痛感しましたね。やっぱそれ自信になったんじゃないですか？そうですね、決勝乗れたのは自信になりました。で明日は千葉の岩本君の番手に行きたいと思います。はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。熊本の中本翔英選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。前回の五石選手が言ってましたけど、やっぱ熊本と九州のためにどうしてもグランプリ出てほしいって言ってました。そうですね、せっかくこういうチャンスがあるんで、一戦一戦やっぱ九州のファンのために秀明と中本選手の走りを見たいですね。またそうですね、ベストの形でできればと思います。明日は、明日は高橋さんいるんで、自分が先頭でしっかり戦っていきたいと思います。はい、ファンに一言お願いします。明日しっかり高橋さんと決まるように走ります。応援よろしくお願いします。千葉の岩本俊介選手です。慶応学から調子どうですか？そうですね、慶応学ではしっかりレースができていたんで、もうちょっと結果が出てくれると嬉しかったんですけど、でも足の調子はいい感じで持ってこれてると思います。いや、積極的ですよね。ほとんどバック線取ってますね。そうですね、なんかそういう感じになってきました。ああ、明日はなんか宿舎と一緒になりそうですね。明日じゃなくて順位とかは。あ、そうですね、なんかなりそうな雰囲気ですよね。もう慣れたら頑張りますけど、はい、でも明日はもう自力で。はい、自力で頑張ります。はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。ゴールまで一生懸命走ります。応援してください。お願いします。